吉田真二、藤沢山口の対戦になります。出て、あ、赤ワンです、ね、赤ですね。最後中に入れてきまして、吉田清水が1点を取りました。これで藤沢山口は4点を取るチャンス。はい、グッド。あ、大丈夫大丈夫大丈夫。フリー。いや、むしろあるよ。あらら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 、当たらないとやばい、当たらないとやばい、当たらないとやばい。ちょっと早いか。早いんですかね。早いわ早いわ。当たらないとって言ってるんで、あ、相当早いですね。これも外に出てしまいました。ちょっと力が入ったが藤沢、結局この第2エンド3点となりました。3対1、藤沢山口がリードです。あ、3点取るチャンスがあります。テンションつけてない、ちょっと暗いんだけど、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 ラインは、はいよ、ラインラインラインはい、はい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 。ここで山口の雄たけびが出ました。ここはタイムアウトをしっかり取りまして、考えてしっかりと3点を取るということになりました。前半第4エンドが終了しました。第11回全能日本ミックスダブルスカーリング選手権、この時間は準決勝の模様をお届けしています。 CC と藤沢山口と、そして吉田清水の対戦をお届けしています。第4エンドが終わりましてハーフタイムに入っています。この試合解説は持田康夫さん、そしてゲスト解説は諸角浩介さんです。最後も第4エンドは本当にタイムアウトを、ね、取ってしっかりと決めてくるところを決めてきましたね。そうですね、やはり考えるタイミングはきちんと考える、そのなぜ考えているのか、やはりそのショットをきちんと点にしたい。ここ3点取るとやはりこの後自分たちが非常に有利に進めるっていうのは自分2人分かってますから、うん、山口君ドロー止まった時に吠えてましたけど、今日1回目の吠えがありましたけど、やはりそれくらい気持ち的に乗ってなんとかしてここ3点取りたいっていうショットだったでしょうね。うん、しっかり3点を取り切りました。そして方の吉田清水ですが、こちらはどうですか。なかなかですね、あのショットが決まってくると自分の気持ちも乗ってくるんですけど、そこでショットがなかなか決まってこないことによって流れをつかめずにいるような印象ですね。うん、まあ、本当にこういいショットもあればというような展開もあるんですけどね。はい、このハーフタイムで谷田コーチと話すこともできますので、ここでしっかりと切り替えて後半の入りからですね、ショットを決めていく。吉田ちなみにラストショット、スイープして赤の石が出た。3点ですか。はい、赤3点になりました。同点のチャンスもあった吉田清水ですが、第5エンド3点で6対5、藤沢山口が1点をリードしています。赤1点スティール。ここは吉田清水が最後にプレッシャーをかけて1点スティールしました。4点取れる大きなショットになります。藤沢のラストショット、クリーン、クリーン、しっかり中にロールしまして4点を取りました。10対6、藤沢山口がリードしています。山口君のブラシのあるストーンに最初に当てる、そうするとそのストーンが後ろに下がりますので、その後ろに当てる、そうするとダブルテイクアウト決まりますので2点、あ、これ以上ゲームが続けることができない点差になるから勝ちが決まるかなというショットです。お、ナイス。1つ2つ3つ出ました。最後はトリプルテイクアウトで藤沢さつきが試合を決めました。場内から大きな拍手が起こっています。
予選リーグ全勝でした吉田清水が見事にこの準決勝